ロハこんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV FF レコードキーパーやっていきたいと思います。はい、見ての通りです。キャラクターがファイナルファンタジー10になっております。はい、音楽もザナルカンド2点に交換しました。はい、前回の動画見てくれた皆さんありがとうございます。はい、今回もねファイナルファンタジー10やってみたいと思うんですけど、はい、前回ね97であのガチャミラボ出たんですけど、まあ、それに伴ってちょっとメンバーを変更しようかなと思ってます。まあ、ウェアティーダ、リュック、ユーナ、ルール、キマリってなってるんですけど、まあ、ティーダはねアタッカーとしていますが覚醒奥義も超絶も持ってません。バーストのみですね、オバフロ奥義。まあ、リュックちゃんはチェイン要員、チェインだけでも頑張ってもらう感じですね。ユーナちゃんはもう完璧です。でルールも超絶のみで頑張っちゃってる感じですけど、キマリちゃん、超絶反射持ってるんですけど、ここですね、ここをちょっと変更しようかなと思ってます。コンファイナルファンタジー10に変えます。はい、変えるのはこれパインちゃんですね。パインちゃんに交換します。はい、見ての通りです。パインちゃん、はい、武器も一回も装備したことがありません。まあこれをちょっと武器をね攻撃力高いのにしましょう。水、刀持ってる。水にしましょう。で、持って、攻撃力高い。あ、リュックもこれ装備してんのか。あ、こっちにしようかな。はい。アクセサリーも攻撃力とかにつけておきましょうか。で、アビリティなんですけど、はい。魔法剣使えるんですけど、はい。これは星5までですね。はい、前回の動画見てくれた人だったら分かると思うんですけど、この超絶ですね、超絶手に入れました。水まといで、水アビリティ使用時に前列の味方全体の次のターン物理攻撃待機時間短縮プラス水浴び3回使うたびに追撃。はい、味方全体の水属性攻撃力レベルを1段階アップ。これ魔法にも影響ありますね。前列は短縮。はい、見ての通りの何もありません。魔法剣の使い手も装備させておきましょうか。はい、ってことでまずは皆さんお分かりだと思うんですけど、パイン強化ですね。まずはグローエッグでレベル99にしましょう。ここからですね、お任せいきましょう。レベルが99になりました。まあ、次にやることは、マギアじゃない。レコードダイブですね。はい。パインちゃん行ってみたいと思います。はい。あ、まあ一応あれですね。レベル3はやってるみたいですね。これですね。まとめて習得。きます。イェイ。一気にパインちゃん強くなりましたね。僕、魔法剣使いやっぱ好きなんですよ。物理だったら魔法剣。魔法だったら魔法キャラ。って感じですね。なんで魔法剣キャラなんで、超絶手に入れたんで、期待できたいと思います。そうするとアビもね、武器も使い回しができるんで、で二刀流魔法剣まずこれ解放しましょう。いいね、スフィア解放。まあ天といえばスフィアですからね。で魔法星6魔法剣装備可能、これがいいですね。こっちはどうだろう、一応使えるようにしとく。んー、ないとちょっと怖いな、寝とこうかな。はい、じゃあ一個一個やっていきましょうか。おお、結構持ってるね。もう結構やっぱね、魔法キャラをね基本鍛えるんで余ってるんですよね、こっち系は。もう魔法剣使うキャラっつっても言うても、なんだろう、まあソラちゃんとバッツちゃんぐらいなんで、言うてもなんで他のやつとあんまり被んないんですよね。もうだから魔石はほとんどバッツとソラちゃんでやってるんで、星6が通用するかどうかっていうのは分かんないんですけど、僕もまだね、星6魔石はまだまだ程遠いんで、まだバツ隊長に頑張ってもらおうかなと。あとキャラ愛でソラちゃん使っていきたいと思ってます。まあそういった意味でも今後の、なんだろうね、パインちゃんが覚醒奥義が手に入るかもしれないのと、なんだろうね、このナイトメア要員としても育てていきたいかなと。手はまだ、ナイトメア3、挑んでんのかな？てか、どこまでやってんのかちょっとわかんないんですけど。はい、来ました。中核率をもう一回放つ。これいいですね。はーい、来ました。まあ、そんな感じで、ちょっとパインちゃん急激に強くしましたけど、
こでアビリティが装備できるものが変わったと思うんで、水属性ですね、これでつけていきましょう。まあ、これ一択でいいんじゃないでしょうかね。あとなんか持てるのがあるのかな、エンダースピルでもつけときましょうか。はい、そんな感じで、ここは女剣士のプライド、もう収穫率もう一回放つ、いいですね。ってことでパインちゃんちょっと使ってみようかな。一応セーブしとこうか、この新パーティー上書きシリーズ10。じゃあファイナルファンタジーレコードキーパー、なんかガチャ引きたいですね。ピックアップ引きましょうか、急なら。ここでまた当たっちゃったりしたらあれなんでね。ピックアップ、ピックアップ行きましょうか。あー、これは何、闇属性なのかな、そういうわけではないのかな。15連闇ベインってなんだ。レインズの覚醒奥義手に入れてるんですよ。ベイン、レインズオーバーフロー奥義、暗闇の雲、リミットチェーン持ってます。この辺持ってるな。暗雲姉さん、これちょっとなんだ、待機時間なし、味方全体に魔法バリア、あーいいじゃないですか。プラスヘイスト、あいいんじゃないですか。開幕要因としてはヘイスが。アルテメシア、アルテメシアも闇なんですか。あー暗闇の雲欲しいのってなんだろうな。これ暗雲姉さん覚醒ですよね、やっぱ。アルテメシアってなんかあるんですか。なんか1個入ってましたよね、超絶アルテメシア、強力な風闇属性、ブレイブ、ちょっとよくわかんないですけどやってみましょうか。急ならレッツゴー。闇ですね。まあ天のキャラ入ってませんでしたが、まあ急ならやってみましょう。ドクダモグ、まあ金ですかね、銀ですか。はーい、オッケー、行きましょう。まあピックアップなんでね、こんなもんでしょう。そんな感じで、では、お野菜、お野菜じゃないか。お野菜は1日1回無料でしたね。こっちのピックアップ、覚醒、こっちも回してみましょうか、急なら。あー、ファリス。ファリスは欲しいな、新チェーン持ってるんでね。あ、豪邸。あー、いいですね。歩く、オーバーフロー。チェーンは持ってる。ファリスチェーン、ファリスもチェーン持ってるんですけど、自分のゲージ2個貯める、これ流行ってんのかな、これえぐいな、2個貯まる、これすごいな。ちょっとそれは欲しいかも。まあ適当にちょっと回してみましょう。まあさすがにね、2日連続で97ガチャ回る、なんだろう、揺れるってことはないと思うんでね。そりゃそうですよ。でもこれ言ったのが本当になりそうだからな。ピックアップせっかくだからもう一回回そうかな。もう一個ありますよね。はーい、この覚醒奥義、これは後にしようかな。これ、あ、これジェム限定のやつなの。お、すげえ、トロピカルな音楽、スティールパワーの音楽じゃないですか。お祭り気分だな、夏だな、サマータイム始まってるな。これ何、覚醒奥義、あ、水のやつでしたっけ。なんか公式ウィキ見ましたね。水特化型なのかな。あー、じゃあセラの覚醒奥義欲しいね。いや、ユーフィー欲しい、ユーフィーは欲しい、マジで欲しい。セラちゃんの覚醒奥義も欲しい。うわー、超絶セラ持ってないな。なんだこれ、追撃だ。あー、うわ、出たゲージ。これやっぱチェイン持ちのやつには嬉しいな。モグの戦技、うわ、えぐ。あー、中式ね。セラも忙しいな、そうなると、まあ、夏なんでね、水特化ですね。これはちょっと別で回しましょう。オニオンの覚醒持ってるんですよ。あ、ザックス、これがなんか超ヤバいっぽいんですよね。確かこれもヤバいですよね。限界突破、追撃、あ、弱体もついてるやつ。ジタンちゃんも持ってるんだよな。あ、オニオンのチェーンは欲しい、オニオンチェーンは欲しい。オニオンの持ってないのはチェーンぐらいか。じゃあ97だけやらさせてください。
これでオニオンのな覚醒オリとか出たらちょっと嫌だな。ここ揺れるんだったらやっぱオニオンのチェイン狙いでしょう。カモン揺れろ。きたー、ミラボきたー。これ未所持っすね。見たことない。もうさっきの流してる中でも何か分かんなかった、目に入ってなかった。興味ないやつでしょ。持ってるやつだー、持ってるやつでしたー、持ってるやつやん。嘘でしょ。ここでここ引いた。だった、うわ、これシリーズチェーン結構入っ、シリーズチェーンガチャじゃん。スリー、うわ、これこんだけシリーズチェーン入ってる中でミラボ引いたのにかかわらずかぶり引く俺。参ったな。今ちょっと揺れたからちょっとオニオンチャンスか、一瞬フリオくんかと思ったんですけど、槍だったから、まさかシドがラインナップに入ってんのをほんとスルーしてましたね。槍だったらこっち欲しかった。ゴードン使ったことないけど、ボンボクラー。よくまああれ出たな。だったらシドちゃんこれ欲しいな。ねじ待て、あーマジか、まあ、そんな感じでちょっとシドちゃんのやつ重ねちゃいます。シドチェーン、うわ揺れたな。2日連チャン、まあ揺れるもんですね。もうかぶりはきついな。アビリティにしちゃった、テンパっちゃって、あ、またテンパっちゃった。なんだ、どれだ、武器強化こっちでしょう。ん、何これ、これ持ちすぎでしょ。闇の覚醒奥義、オーバーフロー奥義持ってた。槍ゲットだぜ。ロンギヌスゲットだぜ。重ねちゃったぜ。ロンギネス、お、何これ、あ、バタコ、なん、誰だっけ、ジタンの覚醒奥義強化しちゃおっか、せっかくなんでね。シャキーン、オッケー。プラス槍はないか、もう一個重ねないとですね。せっかくなんで槍強くしとこうか。槍どこ行った、槍、まさかね、数少ないシリーズチェーンしかないのに、持ってないのに被るとは思わなかったっすわ。まあこれで槍をね強くしたって意味で、ちょっと槍ってこれなんか強化ついてんのかな。槍なんかめったに何もありません。そんな感じで、まあ今回はガチャ動画ですね。このシドちゃんの槍ゲットした動画、はい、まあなんだろう、ざまあみろ、このかぶったんでざまあみろ、グッドボタン待ってます、ざまあみろってことで、まあ応援してくれる方、もっとね僕にも力をつけたらガチャガンガン回したいんで、よりねいろんな人にこのガチャ動画届けていきたいっていうのあるんで、チャンネル登録してくれるとすごい嬉しいです。 DJ ソライズメロージャム TV、 これからいろんな動画上げていきますので応援よろしくお願いします。 DJ ソライズでした。ありがとうございます。ザナルカンドにて。